道の駅大成金山は、大分県日田市にある国道442号の道の駅。2000年8月18日に道の駅に登録された。1972年に閉山した大成金山後に1983年にオープンした博物館を中心とした施設を道の駅として登録したものである。登録前からの名称である。 地底博物館大成金山としても知られている。中心施設の地底博物館は大成金山の行動の一部を博物館としたもので、施設内では金山採掘所の資料の展示や発掘現場を見学することができる。行動には黄金台も展示されている。また、行動外には実際に金石を採取できる体験コーナーなども設けられている。 中津江村は2002年の 2002FIFA ワールドカップで当時有力候補だったカメルーン代表選手のキャンプ場として注目を浴びたが、行動外の展示施設には現在でも選手等の記念品や資料が展示されている。道の駅大勢金山には指定博物館がある。大勢金山入港口そばの建物は資料館になっている。鉱山入港チケットがあれば観覧できる。 資料館には、金山で発掘した鉱石大成金山が舞台になった松本清張の長編小説、再会答断期の直筆原稿とテレビドラマ化の際の記念写真、北村聖望による直筆の額カメルーンとの交流グッズなどが展示されている。資料館は2020年7月の豪雨で1階部分が浸水し、 床板180平方メートル張り替え、2021年4月にリニューアルして再開した。大勢金山の名は、鎌倉時代に、日後の豪族菊池氏の娘がこの地にとつぐこととなり、菊池氏が祝いに、私有の隊を送ったところ、その隊がこの地で飛び跳ねて向き合った石に代わり、大正石と呼ばれるようになったという言い伝えに、由来する。中津江村では、この言い伝えにちなみ、 1991年に、ふるさと創生基金の1億円のうち7354万円で、私有1体の純金製の黄金台を作って、1992年から指定博物館の目玉として、館内の行動に展示していた。2006年2月12日夜から13日朝にかけて、このうちのオスが、盗難にあった。犯人は2007年11月21日に、 逮捕されたが、オスの体は溶かされて売却されていた。犯人は、後に、岐阜県の大橋コレクション館からも、金塊を盗む、職業的な犯罪者であった。現在、指定博物館には、黄金台のレプリカが展示されている。残ったメスの体は、中津江村と合併した日田市が盗難を避けて、金庫室で保管していたが、2012年11月26日に、 三菱マテリアルに売却することが発表された。金の値上がりによって売価は9045万円になり、メスのみで盗難にあったオスの分もカバーすることができた。指定博物館大生金山に関するカテゴリー。ありがとうございます。